止まれ、何をする気だ。ここは君が思っているような場所ではない。そして余計な真似もするな。さっさと立ち去れ。旅の仲間とは、昨夜君のそばで見張っていた者のことか。それなら明け方に森の方へ行くのを見たぞ。それを知ってどうする。とにかくここは私が先に押さえた場所だ。私がここで何をやろうと君には関係ない。分かったらさっさと立ち去ってもらおうか。どうした、なぜどこにも行かない。ふう、呆れた。仕方がない。いいだろう。影から君のことを観察させてもらったが、レンジャーでも教令員のものでもなさそうだしな。だがいいか、余計な真似はするなよ。これを守れるなら好きにしていい。ふう、分かった分かった。じゃあどいてもらえるか。私は中に入りたいんだ。たくな、勝手にするといい。もともとずっとごまかせるとも思ってなかったしな。入れ。ただ中に入っても驚いて騒ぐのだけはなしだ。いいな。では行こう。余計なことは聞くな。安心しろ、この子に攻撃性はない。何せその全身は幼すぎたからな。とにかくこの子に手を出そうなんて考えるな。もし疲れや寒さのせいで休みたかったら適当に場所を見つけるといい。ん？まさか君がカーン・ルイヤのことを知っているとはな。一体何者だ。どうやって私がカーン・ルイヤ人だと分かった。神を信仰しているか、旅人よ。どうやら君もいろいろあったようだな。よかろう。私の名はエデ。君の言う通りカーン・ルイヤ人だ。さっきまで態度が悪かったことは謝らせてほしい。私の知る限り、七神を信仰する者以外の人間はこの世からもうほとんどいなくなっているからな。そして神の信仰者は全員敵だ。とにかくカーン・ルイヤの災厄が起こってから今に至るまで、こうやって君のようなものと会話ができる機会は少なかったのだ。忌まわしい節の呪い目。こんな生活をいつまで続けなければならないというのだ。節の呪いはあの憎き神々がカーン・ルイヤ人に授けた贈り物だ。我々は故郷を失い、家族を失い、全てを失った。災厄がもたらした苦痛は最初から耐え難いものだったにもかかわらず、不死の呪いはさらに全ての逃げ道を奪った。このまま自分の魂と肉体が摩耗していくのをただ眺めながら朽ち果てていくしかないのだ。カーン・ルイヤ人の定義は、何もカーン・ルイヤの最初の血筋を引いた者だけを指しているわけではない。神に背いた者がカーン・ルイヤを訪れればそのまま国民として受け入れられるのだ。そのため神から不死の呪いを受けたのは罪深い者とされた血筋の最も純粋なカーン・ルイヤ人のみ。そして他の魔人の血筋を持った国民たちは逃亡する最中で荒野の呪いにより魔物となったんだ。私の子供だ。私生児でありカリベルトという。
かつてあんなにも口にするのがはばかられたことを、今になってようやく平然と言えるようになるとはな。血筋の関係で、私はかつてカーンルイヤ王室の貴族だった。だが私はずっと家族に用意された生活に不満を抱いていたんだ。そんな時、私は平民のとある美しい女性に出会った。彼女はモンドの血筋を持つもので、彼女こそが私の運命の相手だと確信したよ。カリベルトが生まれてからはまさに苦難の連続だった。その全てが私の身勝手な行いのせいだ。それに私はこの子のそばにいてあげることができなかった。そしてこの子は私の目の前でヒルチャールになったのだ。本来私があげるべきものを、この子は何も受け取ることができなかった。だが今はようやくこの子のそばにいてあげられる。彼女は、いや、彼女は私たちとはぐれてしまったんだ。あの時のことはあまり思い出したくない。大丈夫だ。全てを手に入れた時にこそ、何かを失うことで辛い思いをするものだからな。それに対し、ほとんど全てを失っている時は、逆にまだ失っていないものに目が行くものだ。私には、少なくともカリベルトがいる。そうだった。カリベルトの様子を確認するためだけに私は戻ってきたんだった。まだやるべきことが残っている。もし興味があるならついてくるといい。でもいいのよ。こっちだ。先ほど君は私がカリベルトをスメールまで連れてきた理由を聞いたが、その理由を今教えてやろう。カリベルトの必要とする薬はこのスメールでしか作れないのだ。あの子の知性を取り戻す薬をな。それだけでカリベルトの呪いが解けるとは期待していない。私の力では神の裁きを覆すことなど到底できないと十分理解しているからな。だが噂ではその薬はスメールの知恵の神の力を借りたもので、埋もれてしまった知性を呼び覚ますことができるという。それはかつて精神障害を患った者のために使われていたそうだ。それであればもしやと思ってな。カーンルイヤ王室の大図書館だ。そこのとある書物に記されていた。その薬は七神の力を借りる必要があるため禁書として管理されていたよ。若い頃、宮廷貴族の生活に満足できず常に刺激を求めていたからこそ、私はあの本を読むことができたんだ。ならどうしろというのだ。何を頼ればいい。神はすでに我々に裁きを下した。今さら禁忌を気にする道理なんてないだろ。大丈夫だ、分かってくれればいい。すまない、時々自分の感情を制御できなくなるんだ。おそらく長く生きすぎたせいだろう。この薬を合成するには君の助けが必要だ。私のこの両手は今やもう細かな作業をするのに向いていない。きっとこの中身は朽ちていっているのだろう。なんとも煩わしい不死の呪いだ。この材料を君に託す。他にもスメールで育った特産が必要だ。君は持っているだろうか。それはよかった。これで材料が全部揃ったな。これは
私が記録した薬の製法だ。この通りに作ってくれないか。できたか。ご苦労だったな。正直に言うと、私もこの薬がどんなものなのか把握していないのだ。さて、ついにこの時が来たか。クソ。いや、実はこの薬はまだ完成していないんだ。この薬は知恵の神の力を借りることで知性を呼び覚ますことができると言ったのを覚えているか。つまり、今から七天神像へ礼拝に行かなければならないんだ。薬を持って早速行こう。私はこんなものに頭を下げなければならないのか。神よ、私を見ろ。祈りの言葉など捧げはしない。心から何かを称えるようなこともしない。私の故郷はかつて貴様らに滅ぼされ、同胞たちはかの最悪に散々苦しめられた。それでも私は今日ここに立っている。私を長老する資格を持つのは運命、ただそれだけだ。神よ、もはやこの地の中にある罪が私とは関係がないことを証明しようとは思わない。ただ幼い不幸な子に幾ばくかの慈悲を願いたいのだ。我が息子カリベルト、世にある美しいものを何一つ見ないまま魔物になってしまった。これは本当に、本当に幼い命がたどるべき最後ではない。神々の行為が全て最初から傲慢なカーンルイヤ人の頭を下げさせるためのものだったのなら、私はこの頭を下げよう。これまでの人生で守り抜いた全てを捨てた。ほんのわずかな奇跡であろうとも願う。カリベルトにこの世界を再び目にする機会を与えてほしい。お願いだ、神よ。無様な姿を見せてしまったな。戻ろう。ああ。カリベルト、薬は完成した。早速試してみよう。カリベルト、私だ、パパだ。カリベルト、カリベルト、頼む、返事をしてくれ。君が生まれた時、私はそばにいてやれなかった。
君が母親と一緒に苦しんでいた時も、私は駆けつけてやることができなかった。だが今、君のパパはここにいる。長い長い年月を、パパはずっと君のそばで過ごした。一度も君から離れることなく、まだ私のことを怒っているのか、カリベルト。もう正気を取り戻したんだろう。ただ私と話したくないだけなんだよな。パパが悪かった。カリベルト、許してくれ。一言でいいから何か言ってほしい。頼むから。どうしてだ、神よ。一体これ以上何をしろというのだ。私のすべてを奪った貴様らに、私は頭を下げたというのに、この安い命でいいのならくれてやる。なのに貴様ら、死ぬ権利すら与えてくれない。やはり信じるべきではなかったんだ。神と少しでも関わりがあるものを信じるべきではなかった。幻想など抱くべきではなかったのだ。この世にいる神々は一瞬たりとも人間の味方をしたことなどない。他に原因だと、どういうことだ。そうか、そういった理由も。諦める？いや、絶対に諦めるはずないだろう。ああ、君の言う通りだ。今はまだ落ち込んでいる場合ではない。カリベルトとここに50年、いや100年だって暮らしてもいい。何しろ時間は持て余すほどあるのだからな。では出発しよう。薬をもう一つ作るんだ。薬の鍵となるのはあの一種のキノコだ。少し面倒だが、手に入れる方法がないわけでもない。そこの畑に植えたんだ。細かいことは気にしないでくれ。その好奇心を抑え手伝ってくれるのなら、私の言う通りにすればいい。先ほど礼拝した心臓の隣に滝がある。そこで午後2時の水を汲んできてくれないか。私はもう少しカリベルトの経過を観察したい。君が戻ってきたら、キノコの成長を促す肥料を探しに行ってこよう。ああ、時間になったら行くといい。苦労をかけてすまっ。戻ったか。カリベルトの状態はかなり安定しているよ。言い換えれば、依然として何の効果も見られないということだがな。よし、水をくれ。ここでしばらく見張っていてくれるか。特にスメールのレンジャーを家に近づけさせないでくれ。ああ、すぐ戻ってくる。
ながそばにいてくれれば傷なんて痛がっちゃいやん。無我の境地。何があった？魔物が出たのか？君がいてくれて助かった。私一人ではこれほどの数の魔物を相手できなかっただろうからな。そうだ、肥料は無事に手に入った。キノコの成長を促すには少し時間がかかる。急ぐとしよう。次はこのキノコを取ろう。先ほどと同じ手順でもう一度薬を作るんだ。もう慣れただろ。いや、何でもない。長い年月を経て私は本当に疲れてしまったそうだな。だから考えてみただけだ。見切りました。着いた。では始めるとしよう。待った、どういうことだ？今のはカリベルトじゃないか。まずい。さっき薬を作っている時に急いで追いかけるぞ。よし、それ。どうやらカリベルトではないようだな。ああ、カリベルトの腕にあるスカーフは私の目もいよいよなのかもしれないな。確かに私たちにまるで興味がなく。ああ、ヒルチャールに関する。先ほどのヒルチャールはここに入ったようだな。よし、私たちも。なんと不気味なところだ。ん？ヒルチャールたちがひれ伏して何かをあがめているようだな。こんな光景見たことない。それを知るにはここ。逃げ道はあります。めくれます。音が聞こえる。捕まえた。見切りました。冒険だ冒険。よし、出発だ。これって
ち？何を動力としているんだろう。逃げ道はあります。燃えろ。みんなは俺が守る。一応目を覆える。試練満員だよ。みんながそばにいてくれるわ。傷なんて稲光、すなわち永遠なり。さ、見切りました。ふぅ、めくれまし。音が聞こえる。もしかして今天井に立ってるの？部屋がひっくり返ったのかな？それとも重力の影響？符文をセットする場所を探す必要があるみたい。なくても、よし。人間よ、何時らはこの地で運命の探求を。ほう、何時らはそれでも謁見を必要に望むか。いいだろう。ならば何時らに運命の試練を。
裁きの雷。一応目を覆えば主練マイン。うわっ、みんなは俺が守る。も捕まえた。あら、せここより弱滅の時。せせせせせよっ、はっ、見切りました。みんながそばにいてくれれば。痛がっちゃいないの。せえへえ、極寒のセンスな。くらえ、裁きの雷。せえ、ボングども、みんなは俺が守る。燃えろ。先ほどのは一体何者だ。なんと、なんと完璧な生命体だ。あの身に漂う計り知れないオーラ、よくあのような存在を任すことができたものだ。君の先に進むとしよう。ここが終点のようだな。生命、なぜひれ伏さない。生命、なぜひれ伏さない。私は神ではない。在郷から生まれたまだ無垢なる花よ。この私、その開墾を一切抑える必要はない。あらゆる距離を容認する必要も、超越せし存在となる。授かりし運命の一切を超えてみせよう。私は時の終点で涙をこぼさ、君のすべてを塗り替える。何が起こった。あれを見た瞬間、心にある感情が一斉に静まった。ああ、今はかなり気分がいい。むしろここに入ってきた時よりもずっと良くなっている。そうなのか。わかった、まずは君の言う通りにしよう。カリベルト、よかった、ここは変わりないようだ。私は薄々感じているのだよ。先ほどのあの出来事は、私が心臓を礼拝したくないと強く思っていた時に、あのようなことが起こったのだ。あれはまるで導きのように感じた。君の話によると、私はどうやらあれの前でひれ伏したのだったな。もしかすると、あの行為が薬に同じ効果をもたらしているのではないだろうか。君が何を言おうと、私は試してみたい。それに
君も前に言っていただろう。全ての可能性を確かめるべきだと。カリベルト。パパ。はあ、カリベルト。なんということだ。これは嘘ではなく現実なのか。まさに奇跡だ。愛しいカリベルトよ。見たか。効果があったぞ。カリベルトがまた喋れるようになった。ママは？ママは。いいか、カリベルト。まずは私の目を見てくれ。私が誰だかわかるな。うん、パパでしょ。救われた。これが救われたという感覚か。カリベルト、今はどんな感じだ。意識ははっきりしているか。うん、長い間眠ってたような気がする。夢の中で小さな部屋に隠れてた。でもずっとそこから出る勇気がなくて、出たいとも思わなかった。僕、僕のから。ねえパパ、何が起こったの？いいか、落ち着くんだ息子よ。これはただただ君が眠りについた時に童話の世界に入り込んでしまっただけなんだ。私と一緒にな。この世界にはもうカーンルイヤも私たちの家もない。それからあの赤い空も世界の滅亡を描いたような最悪もなくなっている。君はその小さな怪獣の姿でパパと永遠に暮らすことができるんだ。僕は死んだの？そんなことはない。何を言っているんだ、カリベルト。ほーら、君の腕にはママのスカーフが巻いてあるだろ。ママも君を祝福し加護を与えている。死んでいるわけがない。そうなんだ。そうだとも。目が覚めたばかりだからまだ混乱しているのかもしれない。ここでゆっくり休むんだ。すべてうまくいく。ああそうだ、このことをしっかり胸に刻んでおきなさい。何があろうとその仮面を外してはならないと。覚えたかい？仮面は外してはいけないからね。うん、パパ、僕覚えたよ。あの日以降、今日ほど喜んだことはない。このようなことが実現するとは。ふん、七神が当てにならないことなど知っていた。まさか七天神像まで拝んでしまうとは。まさに一生の恥。加害者。そう、奴らはいつまでも加害者なんだ。あいつらに救いを求めるなど、私の考えがどこまでも甘かった。それに比べ、私たちが洞窟で出会った名も知れぬ神こそ、まごうことなき偉大な神。七神なんかとはまるで格が違う。あの神秘的な力、なんと魅力であったか。これも、私が敬虔な心で崇めたおかげだ。そうだろう？ああ、そうだ。神に祈って願いが叶ったのなら、神へ祈る時の作法は、あまり心得ていなくてな。罪人だと。まったく、何をほざい。あの神の力、君も見たはずだ。七神があれほどの奇跡をもたらすことができるか。あの方は、七神よりも高位な神なのだろう。
それを罪人というなど言語道断。まあよい、君がどう考えていよう、今すぐにでもガンほどきに行かねば。君はついてこなくとも結構だ。